武田塾中森の参考書だけで合格点を取る方法。はい、それでは今回は秋田大学の英語の勉強について話していきたいと思います。英語は医学部医学科、と、それ以外で、分かれておりますが、両方とも時間が60分で大問が3題出題されております。また、教育文化の英語教育に関してはリスニングが45分で出題される形式となっております。まず医学部医学科の英語に関しては読解が2題と英作文が1題で、読解の中ではですね、割とここは結構バリエーションが多く、まあ文法だったり語形変化の問題だったり、まあ、内容説明問題だったりというように、まあ、知識さえあれば書けるような問題と、あとはその記述力が試されるような問題がそれぞれ出てくるという形ですね。で、内容審議なども出てくるので、まあ、通常の長文の参考書、まあ、次第でも使うようなもの、プラス、まあ、説明練習をやっておく必要があると。で、自由英作文に関しては、自分の意見を書かなければいけないものが出てきますので、まあ、こちらは通常の和文英訳やった後、自由英作文の参考書も一冊やっておかないと、ちょっと書きづらいかなという形になります。で、まあ、レベルとしては、長文のレベルは、まあ、マーチレベルのものができていれば十分対応はできます。で、まあ、できれば、その、私立、国立両方の長文やっておいた方がいいと思いますので、マーチレベルの参考書を終わらした上で、国公立標準問題集、キャンパスなど、で、まあ、対応しておくといいかと思います。まあ、それに加えて、和文英訳と自由英作文の参考書をやっておきましょう。で、それ以外の学部に関して、ですね、こちらに関しても、割と、まあ、選択問題だったりが中心になっておりますので、こちらはですね、同じく、まあ、対策に関しては先ほど医学部医学科で言ったものと同じものをやっておく。で、自由英作文こちらも出ますので、こちらもやはり英作文ハイパートレーニングの和文英訳自由英作文編などで追加でやっておくといいかとは思います。で、ただまあ、医学部医学科以外に関してはそこまで英語で稼ぎたいということでなければ、マーチレベルはカットで過去問だけひたすらやるという形でもいいかとは思います。はい。で、リスニングに関してはですね、こちらは、まあ、放送原稿の方が公表されておりません。なので、まあ、他大学のリスニングなので練習するか、もしくはリスニング問題のリスニングのトレーニング、だったり、まあ、キムタツの東大リスニングなどの参考書を練習するという形になるかと思います。ただ、ここのリスニングの場合、その日本語で説明する問題と英作文で答える問題、それぞれが出てきますので、そちらの対策も取得必要があります。まあ、なので、こちらに関して、まずそもそも、書かなきゃいけないのか、まあ、数百字、まあ、200字程度書かなきゃいけなかったりはしますので、日本語だとですね。で、英作文に関しても150字指定されてたりしますので、こちら対応しようと思うと、まあ、できれば現代文読解力の開発講座などで練習をしておき、まあ、国公立標準問題集キャンパスなので日本語説明する練習をちょっとやっておくといいでしょう。英作文に関しては、まあ、通常の対策で和文英訳自由作文やってるので、まあ、それの対策を加えてリスニングの、まあ、参考書で練習をしておくといいと思います。まあ、ディクテーションがある、リスニングのトレーニングなど、まあ、必修編などですね、をやっておくとやりやすいかと思います。以上が英語の勉強となります。